こんにちは。飛行機のケーキにはジャイロが使われているものがあります。ジャイロの原理を知っておいて損はないでしょう。ジャイロの原理は主にこの2つです。リジディティインスペースとプレセッションです。お正月によく回されるコマを想像すると分かりやすいと思いますが、高速で回転しているコマはその場にとどまろうとする力が発生しています。なのでコマは回転しているときに軸で立っていられるのです。このようにジャイロも高速で回転しているとその場にとどまろうとします。ケーキ盤の裏でジャイロは360度傾けても力が及ばないようなケースに入れられております。そのようなケースをいくら倒しても回っているジャイロは同じ方向を指し続けるのです。これがリジディティインスペースと呼ばれる原理です。次にプレセッションです。この図のようにジャイロを奥から手前の方向に回し、ジャイロが安定している状態だとします。そこに手や棒などで回転しているジャイロの上側を押したとします。そうすると力が回転方向へ90度伝わり、この場合だとジャイロの右側が前に出ようとします。これがプレセッションと呼ばれる現象です。これによってケーキ表示に誤差が生まれることがあります。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。